いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、スカバイの売上本数を予想してみたということで、スカバイの累計売上予想をやっていきたいと思います。で、今回の動画なんですけどね、過去作のポケモンのね、売上、まあ、そしてね、現在スプラトリ、スリー、トリー、スプラ3の方がね、出てきたんですけど、めちゃめちゃ売れてます。ね、そこら辺をね、踏まえて、まあ、スカバイどれぐらい売れるんだろう、みたいなね、話をしていきたいと思います。一応ね、スカバイまだ発売されておりませんので、予想動画となりますのでね、一応ご注意ください。というわけで今後もね、ポケモンの動画、バンガン届けていきたいと思います。現在ね、ついにチャンネル登録数300人突破ということで、嬉しく思います。まだまだね、伸ばしたいと思いますので、一応ね、100万人目指しますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、行きましょうか。まずね、スイッチ発売のポケモン作品、こちらのね、売上比較やっていきたいと思います。こちらね、注意点なんですけどね、ダウンロード版の方がね、わかりにくいので、ちょっとパッケージ版のみのね、比較となります。まあ、なので、これがね、売上全部買っていったらそうでなくて、現在、ダウンロード版の売上本数どれぐらいの割合あるんだったっけ？結構あるんですよ。4割から6割だったかな。5割だったかな。なので、結構ダウンロード版でもね、売れてるっていうことを頭の片隅に置いておいてください。じゃあね、スイッチ版。ソードシールドがやっぱり売れてますね。556万本。で、ピカブイが218万本。ダイパリメイクが358万本。レジェンズアルセウスが346万本ということで。で、特にレジェンズアルセウスは2022年発売。一作品だけだからダイパリメイクに落ちそうなくらい売れているということで、レジェンズアルセウスパッケージ違いないんですけどね。すいません、バージョン違いか。バージョン違いがないんですけど、変わったポケモンだったんですけど、意外に売れてる。あとは対戦ないのに結構売れてるっていうのがね、レジェンズアルセウスかな。やっぱりポケモンってね、対戦コンテンツがすごいでかいですよ。普通にポケモンとして楽しむ人もいれば、もう対戦やり込んで、今でもね、対戦上げてる人いるよね。まあ、それぐらいね、対戦盛り上がるゲームなんですよね。なんでやっぱり対戦ちょっとコンテンツがね、アルセウス、どうなのかなと思ったんですけど、それでも売れてるっていうことは、すごいと思います。こちらパッケージ版のみなので、まあ大体ですね、もうめちゃめちゃ曖昧なんですけど、2倍ぐらい、ね、売り上げあると思ってください。ダウンロード比率ね、めちゃめちゃ上がってます、現在。昔と違ってね、いい時代なのかな。で、全ポケモン作品のね、売り上げ比較。こちらなんですけどね、ちょっとね、抜粋です。売れてるもの。となります。で、こちらね、パッケージ版のみ比較となり、赤、緑、青、ピカチュウ。こちらね、ちょっと合計させていただきます。一応バージョン違いということで。こちらね、1335万本ということで、すごいよね。で、金銀。これ発売ね、延期になった唯一のポケモン作品となっているんですが、これもね、720万本。で、ダイヤモンドパール604万本、ソードシールド556万本ということで、やっぱり昔に比べてね、ゲームの種類、シリーズとかも増えてるの分かるじゃないですか。いろんなね、新しいシリーズが出たり、ゲームもね、いっぱい出るようになって、分散はしてるんですけど、あとは娯楽がゲーム以外も増えたっていうのもあって、減ってはいるんですけどね、それでもすごい数です。めちゃめちゃすごいです。最近有名なゼノブレードシリーズとか、あれとかでも10万本とかだからね。10万本売れたらすごいからね。トータルちょっと見てないんですけどね。初週で10万本とかだったっけ。で、赤、緑、青、ピカチュウ版の合計がね、突き抜けているということで、やっぱりね、まあこれ、金銀まで発売の時間があったのと、当時ゲームボーイで対戦できて戦える。まあ、そしてね、赤、緑、で、赤緑で、まあ、出てくるポケモン変わってきたり。で、ブルーが出て。ね。ポケモンのグラフィックって言ったらいいかな。あそこが変わって。で、ピカチュウ版。ね、ポケモンの漫画。あそこら辺でやっぱ売れましたね。で、ソードシールドもね、3年前の作品で550万本売れてるのはね、結構すごいです。で、スプラトゥーン3。こちらなんですけどね。3日間で345万本売れております。まあ、ただしね、スプラトゥーンに関しては、もともと人気タイトル、そして、まあ、2、まだやってるレベル。それで3が出て、すごいね、盛り上がってる。まあ、特にね、まあ、正直言い方悪いけど、ゲーム実況者が、ね、再生数取ろうと思って、結構参入してたりしてます。まあ、ほとんど滑ってると思うけどね。
やっぱりこういう話題のゲームっていうのを私もね YouTube に動画上げてる身となります。まあ、ポケモン攻略班、ポケモン雑学班上げておりますが、それ以外のチャンネルもね結構複数やっております。その中でね再生数取るってなった時にね、新作ゲームすごいね大事で、特に対戦関係っていうのはね面白い動画とか撮りやすい。まあ、いろんなスプラとかだとねいろんな動画撮れるので、そこら辺踏まえてバーッとゲーム盛り上がっていってくれると嬉しいですよね。で、ソードシールド136、レジェンダルセンス142と、これ3日間の売り上げなんですけどね。まあ、初動3日で100万本以上売れてるゲームってめちゃめちゃすごいから。全部すごいね。で、ポケモンっていうのはね、結局初週以降もね、じわじわ売れるんですよね。どういうことなのかっていうと、まあ、ちょっと買い渋る。他の人のレビュー見て決めようとか。ね。そういう人が多いですね。スプラトゥーンに関してはもう、対戦コンテンツなんで、早く始めた方が有利なんですよね。ゲームに慣れた方が有利だから。まあ、なので買う人多いと思うけど、やっぱレジェンズアルセウスとか、ね、ポケモンの新作どうしよう。あ、みんなやってて面白そうだし、あ、システム関係、うん、大丈夫そうだから買おう。みたいな感じでじわじわ売れていくゲームかな。で、スカバイじゃどれぐらい売り上げされるのか。これなんですけどね、初週に関して、まあ、さっきの3日間のデータなんですけど、初週はね、400万本売れてほしい。で、これなんですけどね、ちょっとすいません。パッケージ版とダウンロード版含めとなっております。で、パッケージ版、ダウンロード版はね、含め国内だけでね、トータル的にはね、1200から1400万本売れるかなと予想しております。まあ、大体過去作のポケモン1000万本ぐらい、ダウンロード版含めると多分1000万本ぐらい売れてると思います。今作ちょっとそれより売れるとね、予想しております。で、売り上げの予想の理由、これなんですけどね、スカバイなんですけど、ソードシールドやレジェンズアルセンスと違いね、いつものポケモンらしさがあります。で、ストーリーのボリュームもね、今回オープンワールド、そしていろんな進め方があるということで期待できるということで、この2点からソードシールドより売れそうかなと考えております。で、ソードシールドの事情ということで、ソードシールドの時はね、今までと違い、ポケモンがね、全員出ません。っていうことがね、発売前から告知されてたので、まあ、ここが嫌で買わなかった人もいます。で、レジェンズアルセウス、これなんですけどね、アクション要素があったりね、通信対戦がない、いつものポケモンではない要素が多かった。特に通信対戦がないのがね、ちょっとポケモン、デメリット。まあ、ただし、それを分かってて出してるので、まあ、新しい試みだったと思います。なので、いつものポケモン対戦コンテンツメインでやってる人っていうのは、まあ、買わない作品だったかな。で、スカバイに関してこちらなんですけどね、ポケモン初のオープンワールドっていうのを売りにしておりますが、結局ね、システム関連変わってはいるけど、まあ、テラスタルとかが入ってきて、変わってるっていうよりも、より面白くなってる。変に変えてるっていうよりも、面白くしてる。っていうのをね、今みんなが印象を受けてると思います。まあ、新ポケモンのね、まあ、情報、動画とかも私上げてたり、で、一時そこでテラスタルの考察とか、まあ、テラスタル関係もね、動画上げてるんですけど、対戦コンテンツがね、ほんと複雑になってきて。で、複雑になったら面白くないかって言ったら、それが面白くなるのが、対戦コンテンツなんですよね。対戦コンテンツって読み合いが一番面白いからね。で、そこでの人の読み合い、すごく面白くなると思います。で、新しいポケモンもね、どんどんね、そうですね、いつものシステムで新しいポケモンができそう。まあ、そしていろんなポケモンね、出てきて、で、グラフィックとかも変わってるので、ソードシールドよりはね、売れると予想しております。で、今までのポケモンのボリューム、こちらなんですけどね、ソードシールドまではね、15から20、レジェンズアルセンスまでは20から30時間でね、クリア可能でした。で、スカバイのクリア、これどうなのかっていうと、スカバイには3つの大きな物語がある。1つの物語にソードシールドの、ね、クリアと同じぐらいかかるなら、エンディングまで、まあ、1本15から20としたら、50時間ぐらいかかっちゃう。まあ、ただし、オープンワールドゲームってね、寄り道すればするほど。まあ、ゼルダのブレスオブワイルド。ね、これね、クリア時間、人それぞれってなってます。まっすぐ進んでったら何時間だったか、9時間くらいでいけるんだったっけ。でも、あ、それはエルデンリングか。エルデンリングなんかストレートにやったら時間かかんないけど、30時間くらいで終わるけど、寄り道したら何百時間もやっちゃうみたいな。それがね、オープンワールドになりますので。どれくらいかかるんだろうね。ブレスオブザワイルドと似たクリア時間になるということで、オープンワールドですね。ゼルダ、新作出ます。続編出ます。しっかりブレスオブザワイルドやっておきましょう。で、こちら平均クリア時間がね、約50時間というデータが出ております。スカバイもまあ大体同じぐらいになるのかなと思います。まあ、結局、やり込めやり込むほどいろんなことがある。それがね、オープンワールドの面白いところなので、まあ、しっかりね、楽しみましょう。ではね、まとめといたしまして。
初代の売り上げを抜くタイトルになるかもしれない。そしてなってほしいということで、これからもね、スカバイ情報どんどん届けていきたいと思います。ぜひ皆さん、スカバイ楽しみましょう。で、今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ではでは。